お疲れ様です。4月19日金曜日、朝6時半の相場解説になります、えー。テクニカルが通用しにくい1週間。まあ、介入がね、いつも頭の中にありますからね。えー、そういう154円613。もう、これね、155円水準と言ってもいいんですけども、今日はあえてね、テクニカル解説をしていこうと思います。FX オリガルヒの皆様、そして即価地限定動画をご覧の皆様、よろしくお願いします。 今、冷やしを見ていただいてますけども、テクニカル的に申し上げますと、高止まりしたかなってところですよね。大きく突き上げて、ズガーンと上に行く。その前は、こちらの方でね、一定の価格帯をなぞっておりました。それがこのレンジだったわけですよ。しかし、一旦152円の介入水域を超えると、一気に155円の水域までね、登っていって、今ここで、 逆に安定してるって感じですよね。一時期ここで安定したかなと思ったんですけども、まあ、そうではなくて、えー、さらに勢いをつけてね、新しい水準に行ってしまったってことになりますんで、今154円の半ばで安定してるっていうことになります。これがテクニカル的な解釈ですね。で、こっからさらに上昇するかどうかっていうのは、新しいファンダメンタル要因に関わってくることなんですけども、 まあ基本的にはね、この抑えていた152円のラインを突破しましたんで、あの、再現なく天井なく上がっていくっていう風に見るのがテクニカルでの解釈です。まあ実際はドルと円の供給量のバランスによってもう無限に上がっていくことはないんですけどもね。だからちょうどね、あの、ロシアがウクライナに侵攻した時に、円安がどん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 進んで収まりがつかなかったっていう期間がね、 まあ一年弱あったわけですけども、それと同じような状況になったかなっていうところです。で、4時間を見ると、その動きが顕著で、ずっとね、152円を超えないように動いていたものが、一旦上がると、こういうふうに際限なく上昇トレンドを強く描いていたんですよね。で、そこで、まあ度胸のある人っていうかね、まあ一かバチかの人か、もしくは、さらに高いレベルでテクニカルが解釈できる方は、倍でこの間の利益を取っていったと思いますけども、 まあ残念ながら、FX オリアルヒにそこまでの力はありません。えー、こういうふうなね、介入水域を超えたときには、とにかく資産を失わないように、慎重に、言ってみれば、トリガーを仕掛けてね、下の方に行くことをずっと待っていたっていう、まあそういった考えの偏りがあります。まあですんで、この間、倍で取るってことはね、なかなかできないと思いますよ。当てずっぽうでやるか、緻密な高いレベルの戦略を持ってるか、あの、どちらかですから、私たちはどちらかというと、 標準的には手国から追っかけていますんで、ここで利益が取れないのは当たり前というふうに考えた方がいいです。こういう時は冷静になってポジションを取らないっていう選択をすれば生き延びていくことができます。今回たまたま利益は出なかったんですけども、それでいいわけなんですよ。はい、そして最後の1時間ですけども。さあ、これからどうなるのかなってことですけども、とりあえず価格帯はここに収まっていますが、うんまあ、通常見るとね、 ここをブレイクした方向についていくって形になります。テクニカル的な解釈をするならば、ただそれだけです。ブレイクした方向についていきましょうということになります。えただ、繰り返し申し上げますけども、介入水域を大きく超えましたんで、軽々にポジションを取ることができないかなっていうのが今週の見方ですね。G20 は本日終わりますんで、ちょうど金曜日に終わって土日で相場がクールダウンします。介入が入るとすると、 今日の、えー、そうですね、18時以降とか20時以降の、通常でしたらもう日本市場動かないだろうなっていうところに、財務省がしゃしゃり出てくる可能性があるかなと。まあ G20 でもね、何がしかの日米での金利差の話し合いあったと思いますからね、議題には上らないけども、おそらく話題にはなったはずです。えそして月曜日の早朝に材料がこう組み込まれたりとかね、それから介入がある可能性もあるのかなって感じますけども、 いずれにしても想像するだけなんですよ。まあ、ですんでわかりません。わかるまで動かないのが、やっぱり王道だと思います。分かってから動くことによって、リスクを最小化して、少しでも早めにリターンに食い込んでいくってことになると思います。まあ、本日もね、あの、方針変わりませんので、途中の相場解説はありません。あと、まとめの解説をお待ちいただければと思います。それでは、一旦以上です。えー、それからですね、 えー、速可塾限定動画をご覧の皆様ちょっとおまけの動画をつけておきますのでそちらの方をご覧くださいではこちらはロイターの記事ですけども円安はかなり大幅だという評価をですねこの日米金利差に対して IMF アジア太平洋局長もしておりますで記事の一部抜粋しますけども最近の円安は日本当局による介入を正当化するかとの質問に対しこの地域の他の国々と同様に 円安は主に金利差を反映しているが、引き続きデータを注視していくというふうなね。まあ、鈴木財務大臣とかね、神田財務官と同じような回答になってしまいますね。まあ、もちろん、こういうふうな重要人物が、こっちですよ、あっちですよっていうふうな断定的なことを言えないのは、もう仕方がないことですけどね。